これを。はあ、イチコル。マジかよ。なんだよこのクエスト。ちゃ、素材アイテムくらい出せよ。使えねえな。時間無駄にしたわ。倒せばレアアイテムが出るって話なのによ。私はこの世界に必要なのか。昨日ログアウトした少し後なんでしょ？アインクラッドの新フィールドが見つかったのって。ええ、もう多くのプレイヤーが攻略を始めているみたい。新フィールド解放ともなれば飛びつかないプレイヤーはいないよ。それよりもそこにはティアちゃんも行ってるのかな。目指している場所があるって言っていたからな。先へ進むために向かっているはずだ。探し出して何が起きたのか話を聞かないと。その影響をプレミアも受けてしまっているわけだものね。このままじゃ二人がどうなっちゃうのかわからないからね。だけど、あの仮面をつけた NPC がティアちゃんだったなんて驚いたよ。見た目が全然違いましたからね。背も大きくなってたし。その上仮面までつけて顔が見えないとなりゃ気づけなくて当然だろう。でもなんで顔を隠してるんだろうな。情報を集めてたら時間がかかっちゃって。お疲れ様、リズニー・エギル。次のフィールドへの道はしっかり調べてきたぜ。みんな、もう準備はできてるか？うん、バッチリ。それじゃあ、いよいよ出発だね。プレミア、具合の方は大丈夫か？おかしなことが起きたらすぐに教えてくれよな。はい、わかりました。皆さん、攻略頑張ってください。それからプレミアさんもくれぐれも気をつけてください。
がとうございます。よし、それじゃあ攻略に向かおう。ティアに会って彼女に何が起きたのか真相を確かめるんだ。こんなことが起きているのよね。なあ、もし完成していたら迷宮区を通って行き来していただろうな。行き方はどうあれ、新フィールドには違いないわ。どんな場所なのかしら。やっぱ簡単に攻略できるような場所じゃないよね。でもティアちゃんを探し出すためにも進まないとですよ。ティアちゃん、プレミアちゃんに起きている異常があの子にも起きているんだよね。ああ、苦しそうにしながらそれでも先に進もうと必死だった。しかもプレイヤーの人たちにもレアモブなんて呼ばれて狙われていますし、そんな危険な状態で一人でどこに向かって何をしようとしているんだろう。可能性がある場所、そこへ向かってそれを断ち切るって言っていたもんね。断ち切りたい可能性っていうのは何なのかしら。可能性っていうのはいくつも選択肢があって自分で変えていくものだと思うんだけど、これ以上のことは本人に聞いてみないことにはわからないわね。私はみんなに出会ったことで可能性が広がりました。もしティアがその広がりを持てないのでいるなら、私は力になりたい。そうだね、そのためにもティアちゃんを見つけてあげよう。はい。本来はプレミアと同じ設定のない NPC だったティア、それがプレイヤーたちの影響を受け思いを重ねた結果人を拒絶するようになってしまった。さらに今異常な現象が彼女を苦しめている。みんな準備はいいか。
ティアに会うために新フィールドへ乗り込もう。
なかなか見つからないわね。はい、向こう側も見てきます。オッケー、一緒に行きましょう。ティアちゃんってプレイヤーたちの間でも噂になっているんだよね。神出鬼没なレアキャラとしてな。普通の人からしてみれば、プレイヤーに混じって攻略を進める NPC なんて特殊な存在だものね。その結果、倒せばレアアイテムが出るなんていうあらぬ噂が流れてる。そうだといいなっていう話が巡り巡って、今言ったような噂になるんだと思うよ。人は自分の都合のいいように話を聞いてしまうものだものね。プレミア！何かあったみたい。行きましょう。ああ、突然苦しみだして、またあの異常が起きたみたい。大丈夫か？どうする、町に戻りましょうか？平気です、落ち着いてきましたので。プレミアちゃん今回も何の前触れもなく具合が悪くなったみたいですし。大丈夫か？はい。プレミア、前と同じように何かを感じたりしなかったか？また寂しく悲しいという思いが私に入ってきました。その他のことは分かりません。ごめんなさい。謝らなくても大丈夫だよ。それにしても、プレミアちゃんに干渉してくる思いっていうのは、誰かの思いってことなのかな？誰かの思いか。一体何が起きているのか、早く原因を知りたいところね。この先だ！イカサラミさんがレアモブを見かけたんだってよ！バランスブレーカーレベルの武器がドロップするんだろ？絶対倒す！ねえ、今の話って。ああ、ティアのことだ。でもプレミアちゃんが。問題ありません、行きましょう。私はティアに会いたいです。わかった、急いで追いかけよう。
違いないわ。ティアのことを目撃したっていう人たちね。でもどうしよう、ティアちゃんの姿がないよ。ティア、話を聞いてみよう。はい。チャンスだと思ったのによ。もうこの辺りにはいなさそうだな。あの、すいません。あ、俺たちか？あんたたちがここに走っていくのを見かけたんだけど、何があったんだ？レアモブだよ。仮面をつけた NPC って知ってるだろ？この辺りで見かけたって情報があったから急いで来たんだけど、逃げられたみたいでさ。どんだけレアキャラなんだって感じだよ。もう行こうぜ。とりあえずティアちゃんは無事みたいですね。それにしてもあのレアモブって呼び方はどうにかならないのかしら。本当ですね。あれでまた興味を持つプレイヤーが増えちゃうと思います。全くもって嬉しくない注目のされ方よね。でもこれで一つはっきりしたことがあるわね。ティアもこのフィールドに来ているなあ。きっとここでもプレイヤーに混じって攻略を進めているはずだ。なら私たちも攻略を進めるだけだね。早くティアちゃんに会って何が起きているのか話を聞かないと。プレミアちゃんだけじゃなくティアちゃんのためにも。そうだな。よし、攻略を続けよう。